皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。6月23日、あの頃から私たちは、日本テレビ系の第2弾が放送される。同番組は同窓会をテーマに、久しぶりに会いたい仲間と再会し、今だから聞きたいこと、今だから話したいこと、今だからできることを行っていくトーク番組。2023年に放送された第2弾では、 幼少期にダンスで切磋琢磨した仲だという B。ファースト、ソ o キング k i n g p 高橋海と、ダンサーの海田とみゆが集まり、昔話に花を咲かせていた。その第2弾として、再び4人が集結するという。そこで、本校では4人の中でもアーティストとして活躍するソ o と高橋の関係性に注目してみたい。彼らは13年前、 キッズダンサーとしてライバル関係であり、湘南でダンスに明け暮れていたという。第1弾では、4人で集合する前に颯太と高橋の2人のみで語るシーンがあったが、これがテレビ初共演だったこともあり、ついにこの時が来たねと高橋が嬉しそうな顔をしていたのが印象的だ。そこからお互いについてトークが展開されたのだが、 幼なじみとして切磋琢磨してきた関係地があるからこそ、明けすけに質問ができていた様子。まずは高橋から、ダンサーとして世界レベルに名を馳せていたのに、なんでそのタイミングでオーディション、ザ・ファースト、受けてみようと思ったのと質問、これについて颯太は、ダンスだけじゃなくて音楽が好きだってのに気づいて、音楽的表現者としての幅を広げたいと思ったと回答していた。 さらに、オーディションとか恥ずかしいじゃん、正直ね。踏み出せない気持ちも半分あったけど、ウミンチとか一緒にステージで踊ってたのに早く表現者としての幅を広げる道を進んでいるっていう事実を、自分が表現者になりたくなってから感じるようになって、高橋が、迷ってる時間がないなと思わせてくれたのは今でも感謝してると続けた。 過去にも、ソー太がダンサーからアーティストへの道を選んだ理由を語っていたことがあったが、より深く、よりフランクに答えているように感じる。さらに、ただ理由だけでなく高橋の影響が大きいというプラスの情報も語られていた。その表情からも、ソー太の本心が垣間見えたのではないだろうか。一方の高橋も、B、ファーストのやっていることは、 自分たたちが表現したいことをできててるなって思うこの間もライブ行かせてもらったけど B ・ファーストのライブってみんな縦乗りでこんなになってたからうわこれ超楽しそうみたいなダンスやってたちも入ってるからそういうのに憧れというかワクワクする混じりたいなと思ったりと B ・ファーストから刺激を受けていることを語っていた時を経ても こうして切磋琢磨できる関係性が尊い。その後放送ではカイタとミーユを加えた4人で一緒に踊りたいと思い出のステージで踊り息の合ったステージを見せてくれたそれがきっかけになったのだろうかその後颯太と高橋は度々こうの場で2人の関係性に言及することが増えていったように感じる例えば5月24日放送の「ミュージックステーション」 テレビ朝日系トークパートで2人の関係性にフォーカスされると番組終わりで共にダンスの練習をしに行くという話を披露気づいたら朝日が登り始めている時間まで練習することがあるとも語っていたその練習の成果はお互いの SNS にアップされた動画で発揮されている B ・ファーストの公式 TikTok アカウントでマスタープラン キングプリンス公式インスタグラムアカウントでムー・オーブのダンスコラボ動画をアップしているがとにかく2人とも楽しそうだその姿はダンスでバイブスを共有しているダンサーそのもの SNS の普及によってこういったアーティストの交友関係が見られる現状もありがたい年齢を重ねるごとに人間関係は変化していくものその中でも ダンスでつながり続けるソうと高橋は第2回の放送でどのような素顔を見せてくれるのだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。